昔、あるところに置いてけぼりと呼ばれるお堀がありました。その場所で魚を釣ると水の中から置いてけ置いてけと不気味な声が聞こえてくると言われ、誰一人置いてけぼりで魚釣りをする者はいませんでした。おやじさん、熱いの一本つけてくれや。おお、金さん。うわ、ねえお前さん、お願いだから金さんの言うこと聞いて真面目に働いておくれよ。バカ野郎、俺が魚屋なんぞできると思うかい。男は度胸だなあ。こんな風にサイコロ転がしゃ向こうの方から懐におわしが転がってくるってもんだ。こんな面白いことがやめられるかな、金ちゃん。何が金ちゃんだ。え、おめえにそんな度胸があるんならどうでい、おいらと一つ勝負してみようじゃねえか。あにゃあ、それじゃあねえよ。おめえが置いてけぼりで魚を釣ってきたら、その魚一両でおいらが引き取ってやろうじゃねえか。ただし、恐ろしくなって逃げ帰るようなことがあったら、向こう一年おいらの手伝いをして魚屋として働くってのはどうだい。おう、親父、熱いの一本つけてくれや。へえ、ほう、これから夜釣りをなさるんですかい。置いてけぼりの噂も知らねえで。それは知っとるよ。ところで今まで魚釣りに来てそんな目に遭ったやつは本当にいるのかい。長年ここで商売しておりますが、一度も置いてけぼりで釣りをする人を見たことはありませんよ。そうかい。これで三匹か。もうそろそろ蹴ろうかな。おいてき。誰が置いていくもんか。置いていその魚、私に売ってくだされ。その魚、置いてってくだされ。お願いです。置いてってくだされ。ダメじゃ。魚は絶対に持ってけるんじゃ。あなたのためです。
その魚置いて行きなさい。いやじゃ。どうしてもいやかい。へへへ、べらぼうめ。ダメなものはダメじゃい。これでもかい。出たんじゃよ。はいはいはい、こんなのが出たんですかい。寝てるのか。どうでした、魚釣れましたか。魚どころじゃねえよ、化け物が出たんだよ。驚いた、死ぬかと思ったぜ。あんた、化け物ってひょっとしたらこんな顔。ん？あの野郎はおいらの幼なじみでよ。あれで以前は真面目な働き者だったんだが、悪い遊びを覚えちまってな。それで今夜はお灸を据えたってわけよ。置いてけ置いてけって下手な芝居をしたってわけさ。金さんは友達思いだね。なに、あいつの神さんに泣きつかれてよ、断れなかったってわけさ。それより親父さん、まだおしろいがくっついてるぜ。魚屋一年やる間にゃ、あいつもちった変わるだろうさ。親父さん、一杯やりなよ。今日はすまなかった、ご苦労様。しかし金さん、あんたも手の込んだ芝居考えたもんだね。あんな綺麗な娘さんまで使うとはさ。綺麗な娘さん、何のこったい。おいら知らねえよ。知らねえって、ほら、あの狐の面つけた娘さんよ。それがどうしたんだい。金さんが頼んだんじゃないのかい、あの娘さん。のっぺらぼうには親父さんとおかみさんになってもらったけど、そんな娘さん頼んだことねえよ。金さんは狐のお面をつけた娘のことを全く知りませんでした。じゃあ一体あの娘は。
置いてけぼりにはやっぱり恐ろしい主が住んでいたのでした。蕎麦屋の親父さんと魚屋の金さんは置いてけぼりの噂はやっぱり本当だったと納得し、背中にゾーッと寒いものが走ったということです。